日も自ら、司会進行そしてゲストをすべて務めさせていただきます。三上奈美ことうさぎの奈美編、あれどっちだろう、分かんなくなっちゃった、奈美です、よろしくお願いします。イエイはい、ということで、ですね、今日はいよいよ最終回ということで、3ヶ月前に始まって、ワンクールほどこの番組を火曜日の9時からの時間を持たせていただいたんですが、ね、初めはね、あの気合い入ってたっていうか、初めて間違えた、今言葉を誤ったんだけど初めはね、ゲストがちゃんと来てたんだけどね、あのなんだろう、ゲストを呼ぶというところに関してはちょっと私のね、あの、まあ、ズボラさが長けたのか、まあ、一人でもどうにかなるかもみたいな感じのテンションになってきまして、で、まあ、なんか喋り好きなので、ね、そんな感じで、あの第1回目のゲストが、あの知る人ぞ知るヴィンセント夏希ちゃんというね、とてもあの通常はもう下ネタばっかり喋ってるのに、ステージに立った瞬間に一言も喋んなくなるというとんでもなく何しに来たんだっていう子が来たのでまあまあ、なんかそれをなんか勉強に、あの、あ、一人でも大丈夫なのかもと思ってで、それでまあ一人でずっとやり続けてきたんですが、まあなんかね、お客さんが来てくれるなおかげもありまして、なんとか続いてきましたがですね、今回でちょっと最終回になってしまいますが、秘密結社ナミンヘイソンはちょっと、あのね、この結社の場所がバレてしまったので、場所を変えて、あの続きますので、はい、あの後ほどそちらもお知らせいたしますので、お楽しみにしててください。ということで最終回よろしくお願いします。イエイ。